歳入の確保などを目指し、県は公園や道路など県の幅広い施設を対象にネーミングライツパートナーとなる企業を通年で募集すると発表しました。愛称をつける施設を県が指定するのではなく、企業側が希望の施設を提案するということです。俺は特に意識もしてなかったようなものが、ひょっとしたらね、それに関心を持つ方が、ないしは企業が出てくる可能性がありますよね。庁舎や教育施設など一部の施設は対象外となります。